フレームチャンネルへようこそ。はい、ということで萌えさん、はい、今回も、前回紹介させてもらった、はい、フレームレポーターの動画を見ようと思うんですが、はい、どうでした？実際前回見てみて、やっぱりこだわりを感じたりとか、地域の何でしょう、魅力っていうのを感じましたね、やっぱりさ、こう、観光客じゃないその地元の人じゃない、ね、部分とか、ね、そういうのやっぱ紹介してもらうと、はい、すごくいいですよね。よりディープなものを知れますよね。はい、ということで、はい、今回は、ご家族でサイクリングしたっていう動画を、投稿していただいたので、はい、見てみようと思います。はい、こんにちは、犬伏と言いますけども、なんとあのフレームチャンネルがですね、フレーム特派員っていうのをね、応募してるっていうのを見まして、今日僕はですね、宮ヶ瀬湖っていうね、湖の周りにね、サイクリングに来てるんですけども、最近ですね、僕が、週末なんかにね、よくやってる家族ライドをですね、紹介してみたいと思います。はい、今日はですね、おしゃれだよね、車にね、自転車用のキャリアをつけて、運んできました。こういったところで、レンタサイクルとかね、あると思うんですけども、乗り慣れた自転車がいいかなと思って、キャリアもちょっと興味があったんで、今日はね、自転車持ってきてみました。最初ね、これ取り付けるときはですね、昨日慌ててやったんですけど、なんかめんどくさいし、もうやめとこうかなとかいろいろ思いましたけど、いざね、実際つけてみると結構簡単に取り付けれて、これね、かなりね、がっちりしてまして、高速道路でね、今日はここまで来てるんですけど、高速道路上もガタガタ言ったりすることなく来れたんで、つけてよかったなぁと今は思ってます。はい、今日はね、いつも普段僕がね、通勤なんかで使ってるロードバイクと、で、子供たちはね、ミニベロですね。うちの奥さんはですね、電動自転車というね、組み合わせで今日はやっていきます。一応ね、この自転車のキャリアが3台まで積載可能なんですけど、3台やるとちょっと怖かったんで、今回はね、車の中に2台積んで、外のね、キャリアに2台乗せてやってきました。かわいいパパのね、服装をした、大丈夫です。あとやってみて、いけるだろう。えらい頑張れいきなりですね、ハプニング発生ですね。子供がね、自転車のワイヤーの鍵で、鍵刺してこう回して開けるタイプの鍵なんですけど、その鍵をですね、忘れてきてしまったということで、で、今、近くでね、自転車店をちょっと探して、で、鍵壊してくれるね、自転車店があったので、今ね、その自転車店に向かって走ってます。家族はね、その時間一緒に行ってもあれなんで、公園を散策してもらったりとか、あとお昼ご飯ね、さっき食べておいてもらうようなね、感じになっちゃいました家族でね、行動してると、ちょっとこういう思わぬトラブルっていうのはね、起こること多いと思うんですけど、なんか友達と行ったらね、おいとかなるんですけど、もう家族はね、そこはそういうトラブルは起こるもんやと思っていた方が、何かとね、こう丸く収まるんで、最近はそういう風にしてます。心が広い。こういうハプニングも入れて、楽しむっていうか、僕今あんまり楽しくないですけど、その辺は、家族を仲良く。やってもらうのがね、家族ライドの秘訣なんじゃないかなというふうに思います、はい、無事ですね、自転車の鍵を壊してもらって入ってきました、よいしょ、はい、宮ヶ瀬湖の方に来て、サイクリングロードがあるっていうふうにね、ネットで見てきたんですけども、公園内は多分走れなそうな感じなんで、今からですね、
なんか荻野パンっていうね、パン屋さんがなんか近くにあるらしいんですけど、まあ、そこまでだいたい8キロぐらいなんで、まあ、そこまでね走っていきたいと。あらねー、かわいい。ようやくですねスタートできました。もう実はね2時過ぎちゃってるぐらいの感じなんですけど、今日はほんとねめちゃくちゃあったかいですね。あ、今日本当はですね横須賀とか三浦とかあっち方面をこう走ろうかなっていうふうに思ってたんですけども、風がですねめちゃくちゃ強いんで、ちょっとこの山の方のねあんまり風影響なさそうなところを選んできたんですけど、ほんとね無風に近いぐらいの感じでめちゃくちゃ気持ちいいですね。はい、まあもともと僕はですねぼっちライダーだったんですけども、最近はね家族がついてきてくれたりするんで、まあようやくですねグループライドみたいなことちょっとやってるわけなんですけども、家族ライドでね僕一番ミスったのはですね、初めてですね家族で自転車乗ろうっていう話になりまして、うわめちゃくちゃ湖綺麗、めちゃくちゃ綺麗、すいません。めっちゃ面白い。あ、そう、初めてね家族ライドをやってみようっていう話になって、で18キロぐらいのね距離があるいい感じのちょっとカフェにねお茶しに行こうかみたいなことになりまして、で18キロってね子供の感覚で行くと1キロとかでも結構遠い風に多分感じると思うんですけど、これが18キロってなるとですねちょっとついてきてくれへんのちゃうかなと思って、何キロぐらいあるのとかって聞かれた時にね、ちょっとまあ僕思わず2キロって言っちゃって、じゃあ行くわみたいなことになったんで、まあそこはねまあ忘れてるやろぐらいに思ってたんですけども、実際にね家族ライドをやってね分かったことなんですけど、子供からのね質問内容っていうのがありまして、あと何分あと何キロっていうのをねめちゃくちゃ聞いてきます。でまあその度にねこう何キロとか言うんですけど、なんせですね2キロしか言ってないんで、最初の3キロぐらいはね機嫌よく走ってくれてたんですけども、まあ、そこからですねあと何キロって言われてですね、まあもうすぐ半分ぐらいかなみたいなふうにね言ってたんですけど、さすがにですね10キロぐらいになってくると子供もね、まあ、気づき出しますし怪しまれましてですね、まあ、正直にね2キロって嘘やってんっていう話をしたらですね、しばらくまあ子供が口聞いてくれなかったんで、これからですね家族ライドを考えてるお父さんは、まあ僕みたいなねアホなことはしないと思うんですけど、一応僕が失敗したポイントだったんでちょっとシェアしておきたいなと思います。皆さん気をつけて、気をつけて、あー気持ちいい。もうほんとね、あったかいですよね。神奈川フードバトル金賞、揚げパン。あ、おいしそう。なんか、アンスパンと揚げパンが違う。揚げパン。揚げパン。揚げパンやから、あれ？え？え？お母さん？あ、これな。一人じゃなかった。なるほど。うまい。お母さん。奥さんも。あ、でも、相手は、そうだね。海のパンで大人気みたいなんですけど、揚げパンを、ね、買ってみました。どうですか、揚げパン？うまい。うまい。神奈川フードバトル金賞ということでね、見てください、この砂糖。誰もがね、小学校で大好きだったと思うんですけども、揚げパンいただきたいと思います。いいなぁ。いやぁ、いい。家族で食べるのに。うん。うまっ。めちゃくちゃうまいです。砂糖がね、
給食で食べたやつが多い感じがします。まあ僕が行ってた小学校はさらにね、きな粉をね、受けたりとか、きな粉パン1個くらい120円でですね、安い、めちゃくちゃ出来たてで、ポカポカでね、自転車乗ってね、今日は全然走ってないですけど疲れた体にはね、めちゃくちゃ染みると思います。食べてみたい。お、登ってる。お、お母さん昔してる。お、みんな行くね。すごい、電動に置いていかれる。おらおらおら、あ、俺も電動できたよかった。頑張れ。あ、そこばっかり、本当だよね。モンゴル？ガク、やるっすね、あいつ。はい、無事ですね、家族ライドが終了しました。楽しかったです。やっぱね、家族ライド、みんなが楽しかったなとか、やっぱりまた行きたいなっていう風にね、思えるかどうかってね、結構僕大事だと思うんですけど、正直ね、僕は結構性格的にせっかちな部分があるんで、いろいろ行こうよとかね、いろいろ脳内では思ってるんですけど、まあ、そこはね、あんまり時間気にせずにね、まあ、なるようになるっていうような感じで、まあ、その時々のそのハプニングなんかもね、楽しみながらというか、まあ、そういうのは起こるもんやと思って行くのがね、お互いにとって、ね、いいんじゃないかなって思います。まあ、子供もね、なんかそういうので僕がイライラしたり、はよせーみたいになったらね、次も行きたくなくなるとかね、自転車嫌いやとかね、なっちゃうかもしれないんで、子供のペースに合わせて、逆にね、まあ、僕もですね、こうやって撮影したりですとか、写真撮らしてとか、いろいろやってるんで、どっちにしてもね、お互い様っていうか、まあ、僕も子供たちがね、早くどんどん進みたいなって思ってる時なんかに、待ってもらったりとかっていうのをしてるんで、その辺はね、折り合いつけながらやっていくのがね、家族ライドの一番のコツかもしれないですね。しかしこの自転車スタンドね、本当いいですね。うん、まあ、多分ね、これ買ってなんだかんだやるのってね、まあ、めんどくさくね、感じる方もね、いると思うんですけど、うん、まあ、そういう人はね、こうレンタサイクルのあるようなところなんかがね、おすすめなんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、やっぱりね、乗り慣れた自転車にね、乗るのが、まあ、一番ね、事故もなくていいのかなっていうふうには思いますので、よいしょ、よいしょ、あー、しまった、積む順番間違えました。そうだよね、最初今ね、息も同じ間違いしたんですけど、あれまでね、しゃあないですね。素敵だな、本当、うん、はい、ということでね、家族ライド、お子さんのね、いるご家庭はですね、まあ、今のコロナ禍みたいなね、時期でもですね、まあ、比較的、まあ、そういった感染とかにね、かからないような遊び方ができるね、家族ライド、めちゃくちゃね、おすすめなんで、ぜひやってみてもらいたいと思います。まあ、まずね、家族ライドをやるにあたってですね、まあ、ポイントは、まあ、女性で今まであんまり自転車乗ってなかったとかっていう人に関してはですね、電動自転車がめちゃくちゃおすすめです。まあ、今までね、自転車全然乗ってない人がサイクリングするっていう風になった時に、やっぱ一番ね、困るのが坂やと思うんですよ。強烈な坂を食らっちゃうとね、もうサイクリングしたないわみたいな話に、ね、なっちゃうと思うんですけど、まあ、電動でしたら、まあ、女の人でも楽々ね、乗れちゃうんで、
e バイクなんかもレンタルとかね、最近やってるところすごく多いんで、まあ、そういうのレンタルしてね、本当に自転車の楽しさだけをですね純粋に楽しめますんで、まあ、e バイクをね試してみるっていうのもいいんじゃないかなっていうふうに思います。で本当にね、坂の辛ささえなければ自転車ってのは多分誰がね乗っても楽しめるスポーツだと思うので、まあ、体力にね自信のない人は電動自転車使ってもらって、で、まあ、鍛えたい人とかね、自転車好きな人はね、まあ、スポーツバイクで行ってもらえたらいいんじゃないかと思います。今日はどうもありがとうございました。はい、ということで萌さん、はい、家族ライドめちゃめちゃ素敵でしたね。よかったね、うん、なんか今までのフレームになかった感じ。確かに、あ、なんかいろんなことを逆にっていうか今日学んだ、うん、あ、お父さんはこういう目線で、うん、まあ、子供と電車楽しむためにいろいろ考えてんだとか、うん、そうですね、ね、うん、奥様のこと考えてくれ、ね、電動自転車とかさ、そう、この方が面白かったね。面白かった、なんかすごいトークに引き込まれましたよね。うん、うん、あとやっぱりお子さんと実際に走った時のエピソードとかさ、うん、あるあるじゃん。そう、あるある。でもさすがにさ、うん、なんだっけ、16キロ、うん、18キロ、18キロ、うん、2キロぐらいって言うのってえぐくない？えぐい、過ぎたね。いやでもなんか親子だからまあ許される部分もあるだろうし、うん、すごい面白かったです、ね、でもあとハプニングもね、うん、ありましたけど、ハプニングもいい思い出になんかなるんだなっていうのが分かりました。結構ちょっと専門的な目線で見ちゃうとね、うんうん、映像を、うん、上手撮り方もすごいおしゃれでしたよ ね、 ね、こういろんなアングルで撮られてて、うん、でもスッと会話も入ってくるし、そうそうそう、なんかお話も上手だったな。見入っちゃいました。でもちょっとさ、家族構成とかね、もし次回あれば、うん、あ、確かに、ちょっといろいろ ね知りたいですよね。そう、3人家族かと思ったら5人あれみたいな、自転車結構あれ何台乗せてたのとか ね、うん、いやでも、うん、よかったよかった、ありがとうございます。いやなんかこれね、実際にお子さんいるお父さんお母さんは、うん、ちょっと参考にしてもらったり、ね、うん、なんか親子ライドいいな、ね、いい動画でしたね、うん、はい、はいはい、ということで萌えさん、はい、いかがだったでしょうか。今回の動画見てファミリーライドしたいなと思った方はグッドボタン、おしゃれ動画を作ってみたいなと思った方もグッドボタン、高評価のよろしくお願いします。まだまだね、フレームレポーターの動画お待ちしておりますので、うん、はい、1回ね投稿してくださった方でもね、うん、何度でもね投稿していただいても大丈夫ですので、はい、お待ちしております。はい、ぜひね、その中からいいなと思った方にはね、うん、またうちからもお声かけさせていただきますので、よろしくお願いします。ということで、はい、次回動画もお楽しみに。いいぞ家族ライド。チャンネル登録は